どうも、しぼすけです。最近ね、結構僕ブログとかで PC の初心者向けの質問とか、結構ですね、おすすめの初心者のデバイスとか答えてまして、でその中でね、どんなパソコンを自分が使ってて、で僕と同じようなパソコンね、どういったのを使ってるのか、ね、気になってる人もいるということなので、それを紹介しつつ、同じようなパソコンも紹介して、でね、最近僕遊んでる EFT を少し遊んでいくって感じの動画に今日はしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずね、僕が使っている PC なんですけども、ガレリアさんからですね、提供されているパソコンを使っています。少しですね、カスタマイズをしていますので、このままのねスペックといったパソコンはないんですけども、似てるねスペックがいくつかございますので、そのパソコンをね紹介していきます。まず僕の PC スペックなんですけども、このようになっています。CPU にインテルの Core i7-8700K、 そしてメモリーは 32GB を積んでいます。これはですね、もともと 16GB だったんですけども、編集などで使うので 32GB にしております。そしてグラフィックスカードには NVIDIA の GeForce RTX 2080 Ti を搭載しております。かなりですね、性能のいいグラフィックカードでですね、大体のゲームがスルスルとハイスペックで動く設定になっております。サウンドカードなどはついておらずですね、別途でですね、オーディオインターフェースを介してマイクを使っています。そして今僕が使っているこの環境に合う性能の PC として、ガレリアの XF とガレリア ZZ、 このね2つがありますね。こちらはですね、ガレリア XF の方がインテルの Core i7-9700K、 そしてグラフィックスカードが RTX の2070 Super HG が入っております。でメモリーも 16GB ということで、かなりですね、私のパソコンに近い性能となっております。グラフィックスカードだけがですね、少し、2080Ti よりは少し下がってしまうんですけども、現在ですね、かなり安定した性能を誇っていると思います。続いて、それよりも性能が欲しいという方ですね、少し値段は張りますが、ガレリア GZ、 こちらはですね、 CPU にインテルの Core i9-9900KF、 そしてグラフィックスカードには GeForce RTX 2080Ti を搭載しております。かなりのハイスペックです。なのでこちらを使えば、現在の私の性能よりもさらにもちろんいい性能で配信やゲームができると思います。一番私に近い性能というのが、おそらく XF の方になるんじゃないかなと思います。参考にしてみてください。そしてね、EFT、 これ結構ね、性能使うゲームなんですね。で、ちょっとね、設定とかも気になるんじゃないかなということで、今回セッティングの方を紹介していきたいと思います。はい、こちらね、グラフィックの設定となっております。私はね、もちろんパソコンはもちろんいいスペックのものを使ってるんですけども、フレームレートね、ゲーム内のフレームレートを上げるために設定を少し下げています。まずテクスチャークオリティ、そしてシャドウクオリティはミディアムです。これはですね、ゲームの品質ですよね。もちろん高ければ画質は上がるんですけども、ミディアムにしてフレームレートを上げています。でオブジェクト LOD クオリティ、こちらね、遠くのもののクオリティなんですけども、こちらも下げることによってフレームレートを上げています。でやっぱりね、いくら画質が良くても打ち勝てないとストレス溜まっちゃうんでね、できる限り打ち勝てるように、ある程度のね設定にしてフレームレートがね出るようにしてます。もちろんね、今ね僕ね 1PC で配信してるので、やはりね 1PC で配信するとなると、配信してるときはね、どうしても PC 負荷かかっちゃうので、少しね設定を下げて、配信中でも負荷なくというかね、スムーズにプレイできるようにこのような設定にしております。オーバーオールビジタリティ、全体の可視性です。ここはね、遠くまで見えるようにする、どれぐらい遠くまで見えるようにするかという設定になっておりますが、ここはですね、ある程度下げて、1000とね、これ1500にするときもあるんですけども、この辺で少しずつ変えて調整はしています。これ遠くまで見えると遠距離狙撃とかがしやすくなります。で、シャドウビジタリティ、これも同じようにどれくらいの遠方までシャドウをね、影を出すかというクオリティになっています。真ん中あたりにしています。そしてアンチエイリアス、これはですね、テクスチャーのギザギザの補正ですね。これを下げることによってフレームレートが上がるんですけども、テクスチャーにギザギザがかかっちゃいます。これは僕は FXAA に変えてますね。 TAA から FXAA に変えて少しフレームレートを上げています。で、リサンプリングですね。解像度の倍率を変更できるんですけど、これを下げればテクスチャーが荒くなる代わりに、画質が良くなるというところで、1倍にしとくのがね、安定ですね、これは。で、この辺はね、エフェクトを強めるやつですね。例えば HBAO は光と影のエフェクトなどが良くなっていくんですけども、これはね、オフにして、ローにして、あまり負荷をかけないようにしております。で、 SSR はこれ反射のクオリティです。で、異方向性フィルタリング、
まあ、これもねあまり影響ないのでオフにしております。シャープネス、これシャープネスをゼロにするとなんか本当に全体がボヤボヤとした表示になってしまいますので 0.7 にしています。はい、フレームレートはそのままですね。はい、そしてこの下の4つのチェックについてです。グラスシャドウをつけると草木にね影がついちゃうので、これ、ね、めちゃくちゃフレームレス下がるんで、これ下げた方がいいです。ない方がいいですね。でノイズにチェックを入れると、まあ、結構ね好みによるんですけども、いい映像になるというか、ゲームのね EFT っぽい映像になるので、僕はね好みでつけてます。そして、この辺の2つはですねチェックを外してフレームレートを上げています。こんな感じでグラフィック設定を変えています。はい、でグラフィックス設定の次がこちらのゲーム設定になります。まあ、ゲーム設定はね特にあまり書いてないんですけど、結構ね最初の方はねヘッドボビングって言って、この頭の揺れ気になる方多いので、一番ねヘッドボビングは小さい設定にしています。僕もね結構気になっちゃいました。でフォブはですね65に設定しています。だいたいこんな感じですかね。ちょっと新しいインターチェンジに挑戦していくって感じで、記事のインターチェンジに行きたいと思います。はい、それやっていきましょう。かなりねフレームレートが出てヌルヌルでプレイできます。今回いやちょっと初期でね死にたくないんで頑張りましょうね。アップデート後初プレイなんですけども、発電所の反対が出ちゃったんで、まあ、発電機をつけてもらうのは誰かに任せるという感じで、出口がエマーコムなんでね、まあ檻を突っ切る感じでアイテム回収して出れたらいいかな。まあそれが理想ですね。結局貫通力の高い AP 弾、 AP スラック弾を持ってきてるので、ガチ装備のやつを一人抜いて装備が奪えればだいぶ美味しいかなという感じでもあります。結構最近インターチェンジは、まあ、アップデート直前とかアップデート直後とかもいろんな配信とか見てるんですけど、ナイファーが減ってガチ装備がねかなり増えてるんで、ほんと慎重に行きたいですね。一撃で死んじゃうと思います。気をつけてやっていきたいです。中入りましょう。結構中央付近行ってるのかなみんな。めちゃくちゃグレネードの音する。そんなグレ投げることある？めっちゃ怖いんだが。ドア開いてるね。ああ真裏だ、真裏でめっちゃ銃声してるわ。じゃあこっちいないか。檻側銃声してないんだよね。でも結構檻のね奥側って最近すごい人いるから危ないんだけど、でもあそこ行かないとアイテム取れないし、行くしかないんだよな。結局インターチェンジであそこ以外でかくていいアイテムないからな。あっち側で銃声流してくれてる間に行くかな。先に音に気づける環境で行きたい。いやでもいないな。いる。やった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 、一人やった一人やった。お P90 じゃん。おいしいおいしい。19レベルお疲れ様です。ありがとうございます。あーもうバッチリ燃料とか入ってんだね。うわめっちゃおいしいじゃん。これもうも帰っていいな。俺もこれ普通にお疲れ様で帰っていいやつだ。お疲れ様していいやつだな本当に。帰ります。じゃあ行きます。せい、ここから上に
上がってお疲れ様でした。はい、脱出。はい、ということでね、今回は無事に P90 と燃料を回収して帰ってこれました。すごいあっさりした動画になっちゃったな。ということでね、ありがとうございました。結構ね、通知チャンネルで EFT の配信やってますので、ぜひとも気になる方はチェックしてみてください。今回はご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。あんま変わんないんだな。